はい、行ってみましょうかね。こっちですか。階段塚古墳。こんなとこあんのかね。道が狭いんでね、ここ車大変なんですよ。ね、車が利用できなくて。合ってんのかね。なんか全然あるような雰囲気してないんだけど。どこなんでしょうね。なんかあるような感じしないんだけどね。いや、わからんな、どこだろう。全然違うんかね。どうもこのナビではいつものことやけど、困りましたね。どうも違うみたいですわ。あの予想かのほうと違いましたわ。あ、涼しい。ちょっと雲多いからね、ガス通るけど。こっち行ってみようか。どうも違うんだけどね、雰囲気が。あ、ここが駐車場かいね。町子だかね。ちょっとわからん。うろうろしたんだけど。墓地はね、あの上に階段があるあれ上がってみるか。墓地かな。どうもなさそうやな、上は。こっちやろ。左行ってみよう。古墳見当たりませんか。見当たりませんね。古墳を探して。キョロキョロしてるんやけどね、全然見当たらない。お墓やね。残念でございました。見当たりません。どこなんだろう。電波が来てませんか。電波来てません。残念でございますね。ここみたいやけどね。これどうなんですかね。これちょっと降りてみましょうか。いて、足いて。ここにはなさそうやね。進入禁止でございます。休憩所ね、これ。進入禁止か、入られんのかいね。立ち入り禁止でございます。もう完全にもこれ古墳でございますけどね。あとね、こっちもね、ちゃいますか。あの向こうも違いますか。なんかそこね、石室がありそうな感じやけど、見た感じはね、この下がね、石室でございますけど、ああ入れないんですか。ここに古墳あんだけどね。間違いない、これ古室。石室ありますわ、これ。竹がいっぱいや。あらあら、入りませんか。これちゃんと生きてんのか、これ。あ、生きてるね。こんな目の前にこれだけあって入られんがね。
ここは何時、これがその古墳かね、海南島古墳かね、海南実家古墳。入られないわ、全く。中に包まれない、手だけでも。この辺か。ダメですね。大きいね、結構。大きいんでございますけどね。一応ね、石室は見れましたわ。何も入ってないね。石室入ってないね。ずいぶん苦労しましたけど、ここまで来るのに。竹が本当に邪魔で全く入れませんね、これは。こんなのも初めてやね、こんな石室も。いろんなもの見とるけど、この上にもね、休憩所みたいなの建てるんですけど、竹ばっかりですよ、ここ。竹いっぱいやからね。横になんかないの。横にないね。横じゃなそうやね。こっちにはないね。これ30メートルぐらいで聞いてますねけど、向こうはなさそうやね、何にもね。木ですね、あれは。はい、ありません。ありがとうございました。大変でございました、ここ来るのに。ナビがね、なかなか言うこと聞かんので。はい、海南実家古墳でございました。そりゃあけど、こんなところもね、下から見たらひょっとするとね、あんのかもしれんな。これかな。クモの巣がいっぱいでございます。頭にいっぱいクモの巣が。この下も見てみましょうかね。いやぁ、降りられへんかね、こっちから。なんもないね。ないね。段差は段差やけどね。いや、ないですね。はい、わかりました。ありませんでした。はい、はい、ありがとうございました。階段実学校でございました。ちょっと何にもないからね、案内板がこれやと思うやけど、ここ、ね。はい、ありがとうございました。暑いね。